エチミア人の大聖堂と、教会群並びにズバルトのツの考古遺跡は、アルメニア共和国にあるユネスコの世界遺産登録物件名。登録は2000年。古いキリスト教の教会堂を対象とする。エチミア人大聖堂アルメニアは、世界でも最も古い文化を持つ国の一つで、301年には歴史上初めてキリスト教を国教と定めている。 東ローマ帝国とサーサーアンアサに挟まれたアルメニア王国は5世紀になると両国に分割されて滅ぶが6世紀末には東ローマ帝国のあらゆる場所にアルメニア人のコミュニティが形成され特に軍の養殖はアルメニア人が占めるほどになったアルメニア人は東ローマ帝国内に社会的優位性を築き微山ン,ン建築においても その発展に寄与することになる。スルブガヤネ教会アルメニア最古の教会建築物は5世紀から6世紀に遡り、その形式はシリアの影響を強く受けたものであった。5世紀のアルメニアの歴史家アガタンゲロスによると、聖堂の建設は最初の大主教啓蒙者グレゴリオスが、キリストが天から降りて金色の土で大地に触れるビジョンを見たことに始まる。 彼はその場所、バガルシャパトに大聖堂エチミア人を建設した。スルブフリップシメ教会現在の教会群は、610年から670年頃に、アルメニア建築が高度に宣伝された頃に、建設されたものを中核とする。コミタスによってフリップシメ、ガヤネ、カトリコスネルセル三世によって創建されたズバルトノツ、カルムラボル、オズン、ボスケバル。中でもフリップシメ教会は、 古典的完成品の域に達した構造を持つ。この時期、アルメニア高原は暗黒時代に突入した東ローマ帝国本土に代わり、ビサンティン建築を牽引する働きようになった。ただし、厳密に言うと、アルメニア建築はビサンティン建築に包含されるものではなく、常にアルメニアの独自性を保ち続けたと言って良い。大聖堂以外にスルブガヤネ教会、 スルブフリープシメ協会、スルブアストアツアンティン協会などが登録されている。世界遺産には3つの領域が指名されている。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。